入る前は普通に普通の本当に女っていうか、もう野生児なんですけど、田舎に育ったんですっごい野生児なんですけど、スポーツだけはとにかくやってて、アイカレに入ってこうアイドルも分かんないし、なんかメイクも髪型の入れ方も全然分かんない中入ったから、すごい戸惑ってたところはあったんですけど、本当に人生が大きく変わった時間だなって思うし、こうやってね、なんか成長をね見届けてくれた娘さんもいて、本当に感謝してますありがとうございます。私はもう芸能界はやらないんですけど、とりあえず大学行ってるので女子大生になって勉強頑張ります。はい、4年もね、今までの人生で何かを続けたことっていうのが多分ピアノぐらいしかないんですけど、やっぱり大学も秋っぽかったんですけど、ここまでね、やってくれたのはやっぱり優しい頼れるメンバーと支えてくれるスタッフさんと、あと応援してくださるクラスメイトさんがいたからなので、本当に感謝の気持ちでいっぱいだし、なんだろうな、21歳からのこの4年間は本当に大切な4年間だったなって思います。ありがとうございました。そうなんです、私大きな目標を作ったっていうか、もう心に決めたんですけど、24時間テレビで歌う。うわーすごい。なんだろう、今までもいっぱい目標あって、ワンマンとかで何回も口に出してきたんですけど、今年のね、24時間テレビを見て、ちょっとすごいね、なんか今までにないぐらいパーってなったんですよ。これからは、まあいろんなアーティストが出て、紅白でないとか、武道館でやりたいとか、いろんなのあると思うんですけど、私は24時間テレビで歌うを目標にこれから10年後や24時間で歌う。もう2人に関してはもうその先がすごいはっきりとしているので、私たちもなんか今後心配する必要もないし、なんかとにかく頑張ってほしいなっていう気持ちでいっぱいで、すごい明るい卒業なので、私たちもお見送りしやすいっていうか、本当に今日は楽しいライブで全て最高に終われたらいいなって思っているので、メンバーも今日すごいライブの方は楽しみな気持ちでいっぱいでございます。もちろん寂しいですけれども、じゃあですね、秋から9大都市ツアーが行わせていただくんですけれども、その神奈川県から始まって、最後ツアーファイナルは12月9日の東京ドームシティホールという3000人のキャパでやらせていただくんで、今そこに向かってみんなで全力を尽くして頑張ってるんですけど、この前8月25日にアトジャムエキスポ2018に出演させていただいて、初めてアイドルカレッジメインステージに立たせていただいてですね、話題になったり、本当に今私たちたくさん注目を浴びてると少なからず思うので、本当ここからどうやって9大都市ツアーに多くの方が来てくれるかすごい考えながらも、一人一人が頑張って9大都市ツアー待っていきたいと思います。頑張ります。